どうもこんにちは、T1 スタイルズです。早速ですが先週モンハンワールドアイスボーンに追加された新モンスター、タケリハゼルブラキディオスに、初見で挑んでいきたいと思います。使っていく武器は氷結弾を速射できるライトボウガン、石竜の狙う大弓氷です。ブラキディオスの弱点は水属性、氷は時点での弱点なのですが、水のライトボウガンを作成していないため、氷で代用していきたいと思います。それとこのブラキディオスには過去作でのトラウマがあるので、回避距離のスキルを持っております。臨海ブラキと呼んでいた頃の、モンハン 4G。ブラキディオスは可愛いんだけど、ちょくちょく私にトラウマを植え付けているモンスターですね。っておかしいなぁ。きっと溶岩地帯にいるんだと思ってたんだけど、いないぞ。全く見かけないし。これが初見でもしかしたら、一番手こずるところかもしれませんね。方々探し回ること5分弱です。よりによって最もマップが広大な、導きの地でのクエストっていうのが憎たらしいぜ。でようやく痕跡などを集めて、タケリハゼルブラキディオス、今作初対面でございます。かつては臨海突破してるってことで、臨海ブラキなんて呼んでいた、タケリハゼルブラキディオス。今回の爆発力はいかほどでしょうか？わお、殴ったそばから爆発する、さすがですね。でこれ、今回の討伐。先ほどまでやっていたラーメンに対して、結構溶岩で挑んでいたことを引きずっており、VA の傷つけ攻撃を忘れております。途中でやっていて、なんか忘れているなーって気がしてならなかったんですけどね。間違えて持ってきた滑空の装備にばかり目が行き、完全に失念していましたね。実はアイスボーンをやるのはやや久しぶり、少し時間はかかりそうですが、多めに見てくださいまし。さてダウンから起き上がりました。ここからがいよいよ本番ですね。どんな攻撃をしてくるのか、観察しながら立ち回らないと。この地面に張り付いた粘菌が爆発するというのが、ブラキディオスの特徴です。このタケリハゼルブラキディオス、きっとどこかが違うはずですが、もうすでに違いますね。異様な図式からの突進。ボルボロ使ってんだよ、これ絶対近接武器で戦いたくないなぁ。爆発音も心なしか派手に聞こえるぜ。この辺りは普通のブラキディオスと同じかな？この辺りは違うね。アッパーカットが爆発したのか？叫ってるなぁ。この正面攻撃がえげつい。それと速射属性ライトボウガンがあまりにも久しぶりすぎて狙いを透かしまくり、明らかにブランクが出てますね。くっつらい。ラージャンは小さくて動きがコンパクトだったから良かったけど、こいつは動きがでかすぎる。これ貫通弾もヘビー砲弾できた方が対応しやすかったか？やばい、悪い流れにはまってる。よし、落ち着け、動きを見極めるんだ。拳へのダメージが小さいね。やはり傷つけをしないことの弊害が出てますね。思い出さなかった自分を呪いたい。避けるだけで一苦労だよ。あ、移動か、助かった。こっちもこのわたわたした気持ちを落ち着かせたかったところだ。兵を待たせ、少しだけ平常心を取り戻したぞ。お前なんか壁ドンしてやる。あれ？なんか壁ドンする前に倒れてきたし、
これ、アイルンの爆破は直すんだのか？だ、タイミングが悪い子だな。毒になったか。なんかもうビジュアルがひどい。ドッキリ食らった後の選手みたい。壁ドンサイトライ。あれ？ちょっとずれた。まあ仕方ない。普通に戦うか。お、スイーンガスガエルだ。よしよし。そのガスでも吸ってなさい。お利口さん、ちょっと弾の調合に手間取って、滑空の装衣を着てしまったでござる。こいつ相手に使うほど、私にゆとりはありません。では眠りからのお目覚めは、やはり大樽爆弾と壁ドンですかね。定番の組み合わせね。行ってこーい。よし、ナイスシュート、エキサイティングだね。あら移動か、よく移動する子だ。これでようやく溶岩地帯に行くのか。最初から溶岩地帯にいてくれてもよかったのにな。ブラキディオスって溶岩地帯のイメージだったから、やたらめったら探し回っちゃったよ、ほんと。お、猫ちゃんナイスしびれはな。最初こそかなり手こずったけど、やはり距離を取って戦えている分、いくらか戦いやすいな。最近はスラッシュアックスやハンマーを使うことも多かったんだけど、絶対それらでこいつに挑みたくない。世界止める自信が今のところない。いって、尻尾でも爆発を切るのか、これはびっくりした。まあ確かにさっきから尻尾も光ってるなーって思ってたんだけど、尻尾からも粘菌出せたのね。粘菌爆発恐るべし。臨海ブラキとはモンハン 4G で戦って、強かったなーって印象が強いんだけど、どんなことしてきたかまではあんまり記憶にないんだよね。改めて見ると爆発えげつないなー。さっきまで逃げるのに必死で観察する余裕なかったけど、あれは怖いわー。少しだけ動きを読めるようになってきたな。このスリルとパニックが、初見の楽しさよね。まあパニック起こすなんて私ぐらいかもだけど、言って。ちょっと相撲死んで動いてくるのかと思ったら、最後はこちらに追尾する形で頭出してくるのか。こういうところだよね。どこまで攻撃が続くのかって見極めないといけないってところは。あら消火弾が噴火、これはいい感じで利用できましたね。移動か、そしてまだ足を引きずらないのね。ちょっと弾の補充をしてこよう。補充してきましたよーと。ついでに間違えて持ってきた滑空の装衣を置いてきました。あれはムフェとジーバで使うために持ってたんだよね。さて、おそらくそろそろ、ブラキディオスさんの移動先も最後だとは思うが。
寝てないと、まだまだやる気なのね。壁ドンさせろー。あれ？どうも、なにこれなにこれ。出入り口の通路が塞がれただと？どういうことだ？え、ここからが本番ですか？俺と最終ラウンドを楽しもうぜってこと？なんちゅう極沢魂なんすか、ブラキビオスさん。BGM も変わったし、攻撃も一段と激しく。てか激しすぎじゃね？なんだよ君、こんなにフィールド散らかして、歩くスペースもないじゃないのさ。待て待て、現状の把握でいっぱいいっぱいだっての。この赤いの粘菌だよな。踏んじゃまずいやつよな。はう？熱いのかこれ？ちょっと待て、よくわからん。わからんけど踏んじゃまずそう。ちょっと時間ください。理解できない。本当に臨界突破してるじゃないですか。竹リハベルトはまさにじゃないですか。なんという暴れっぷり。倒せないような突き出しようではないわけだし。引きで見るとまさに地獄だなぁ。修羅だよあいつ。周りが赤くてあいつは真っ黒。姿やんを捉えるだけでやっとだね。なるほど、あいつが立てると今まで赤かったところが剥げるのか。綺麗な。ほんと子供だったらトラウマになってそう。よしチャンス、今だ畳みかけろの怒りか、竹リハゼルのかと思った。おろ？マップにドクロ出てる。捕獲できそうじゃんよ。あ、こっちか、こっちがまずい方か。あ、罠にバッテンついてるし、捕獲できないのかこいつ。なんという最終決戦感。一周回ってかっこいいな君。あれ？最後あっけない。お、終わった。このエリアでの戦いが始まった時は、一回ぐらい死ぬなーって思ったけど、案外あっけなかったな。何度も言うけどこれ、近接武器担いできてたら、絶対死んでたな。一回は死んでた。
とにかくこれで、激高したラージェン、タケリハゼルブラキディオス、2頭とも初見討伐完了です。お疲れ様でしたー。モンハンワールドアイスボーンの方はね、遊んでいるとはいえ、目新しいことが減ってしまったので、少し動画投稿から離れていましたが、また新しい配信や、面白いものが撮れたら投稿していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではこのあたりで皆様、まったねー。